行くとは、岐阜県岐阜市にある複合商業施設、名古屋鉄道名鉄岐阜駅に隣接する。名古屋鉄道が名鉄岐阜駅の再開発により、新岐阜百貨店跡地に建設した。建物は名古屋鉄道が所有し、関連会社により運営されている。行くとは ECT と表記される。これは、食及び、楽しむ、つなぐ、電車の頭文字を取ったものである。 2009年9月6日開業。建物は2階建て。屋上には70台の駐車場がある。延べ床面積は6004平方メートル。2階北東には、名鉄岐阜駅の連絡口。1階南には、岐阜バスターミナルの連絡口がある。駅周辺の鉄道高架化の計画もある関係で、高級的な施設は建設できないもののテナントは、 必要として整備された暫定的な商業施設であるため、地元が期待したものより小規模な施設となった。全19店舗ある。など休業日、営業時間は店舗により異なるが、パレマルシェ、ビドフランスは7時22時。大半の店舗の営業時間は10時20時。岐阜県岐阜市神田町9丁目一番地、ABCDEFGHI、名鉄岐阜駅新商業ビル。 ECT が9月6日にグランドオープン。名古屋鉄道株式会社。2016年7月8日閲覧。ABCD、行くと開業に長い行列新岐阜百貨店跡に、新商業施設。中日新聞。名古屋鉄道、ニューススコープ、例名。第712号。名古屋鉄道。2008年2月。17ページ。周辺に定型駐車場もある。 跡地利り要衝期に新岐阜百貨店で所管名鉄会長と社長本社訪問岐阜新聞岐阜パルコ共閉店地盤沈下懸念の声中日新聞ありがとうございます